さんこんにちは。本日は地元の鵠沼海岸でサーフィンしていこうと思うんですが、ここ本当に1週間ぐらい小波続きで、毎日すね膝たまにももぐらいのコンディションが続いています。まあ、今回は、ちょっと温潮吹いてて膝たまにももくるかなぐらいのコンディションで、今回使うボードなんですけど、ほんと膝もものすごい小波の時はこの CHP のカーボニクスといって EPS のカーボンの入ったボードでやっていますね。ほんとこのボードはすごい小波でも走るし、ターンもキレキレで、もうずっとこのボードを1年ぐらい小波では使ってます。で、僕はちょっとフィンを小波でラージサイズ、L サイズ使ってますね。結構小さいボードだとみんなすごい小さいフィンつけたりするんですけど、逆に僕はボードがすごい小さい分フィンを大きくしてターンの大きさだったりとかスプレーをこう出すためにちょっと大きめのフィンを使っています。小波で L サイズとか使ったことない人とかは意外とこうフィンを少し大きくしたりするとまた違った乗り心地だったりとか逆に調子が良くなったりするケースもあるんで、皆さんちょっとそういうのも試してみてもらえるといいかなと思います。まあ早速サーフィンやっていきたいと思います。ざっと20分ちょっと入ってきました。まあ結果的にはこういう膝ももぐらいの波でも全然楽しかったですだし、今回なんか自分の動画的にもよく湘南の鵠沼海岸で撮ってるんですけど、やっぱり全体的に見てて小波の時がすごい多くて、結構その視聴者の皆さんとかの中でも多分小波がすごい苦手とか嫌いな人がいると思うんですけど、やっぱり湘南エリアに住んでる人は小波もやっぱり楽しめないとダメなんじゃないかなっていうのが、やっぱり僕も海入ってて小波の時が多いんで思います。今日はすごい小波だったんですけど、また小波でもその波の形だったりとか割れ方って全然違って、今日は自分河口付近で海入ってたんですけど、すごい流れがあって、なんか一つのピークにすごいこう波が立つようになってて、今日はわりかしこのピークがもうワンピークだったんですごい分かりやすかったです。そういう時はやっぱりこう波を探すのにすごい苦労しないんで、そのポジションにしっかり入れればあとは波だけしっかりセレクト、いい波すれば全然走れるセクションはありましたね。だしこうライディングしててこう回ったりとかできたライディングも何本かあって、だターン的にも3回4回ぐらい入る波はありました。で、今日僕は意識してたのは、なるべくこう小波って切れ目から乗りすぎるとやっぱり走る場所がなくて
もう立ってすぐプルアウトとかすぐ置いてかれて波なくなっちゃうことが多いんですけど、僕はなるべく小波の時はできるだけ深いところからテイクオフして、まあどっちかというと皆さんにはこうダンパーの波っていうんですかね、あまりダンパーの波乗りすぎると技できないんですけど、少し抜けられそうなくらいの位置から乗ってあげるとテイクオフしてからすぐターンに入れたりとか、まあなるべくもう今日とか小波の時は走れる場所だったりとか技を入れられる箇所が少ないんで、もうなるべくそのテイクオフの位置から自分からこう合わせていかないと小波は難しいかなと思います。で、今日使ってたボードは EPS なんですけど、 D シュとかもこう見ると分かるんですけどすごい細いんですよね。だからこういう細いリーシュとか使うと意外とこう抵抗感とかなくて、ほんの少しですけど気持ち的に軽くなった感じはします。だからまあなるべくこうボードだったりとかこういうつけてるリーシュだったりとかも軽量化して、僕はちょっとほんとリーシュがちょっと違うぐらいでも少し感覚は変わるかなと思います。今日は小波の波で少しテンションは上がんなかったんですけど、でも実際海入ってみるとね、全然小波でも楽しいし、まあ普段僕はこういうサイズの波でも毎日サーフィンしてるんで、まあいつも通りのサーフィンのセッションだったかなと思います。今回も皆さん見てくれてありがとうございました。僕の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE を最近始めて、結構皆さんとねこう会話する機会が気軽に取れる場所を作ったので、ぜひ登録してもらって、僕から結構いろんな配信を皆さんにしてるんで、よかったらそちらも登録してもらってね、なんかまた新しい交流が持てればいいかなと思います。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。また来週。番外編、皆さんあの最近僕が桑田佳祐さんの新曲のミュージックビデオ出たの見てもらえましたかね。しかもいつだろうな、昨日かな、昨日かなんかに桑田さんのラジオ番組で結構僕の話をしてもらっていて、なんかそれも僕の友人から教えてもらったんですけど、意外と結構僕の話をしてもらっててすごい嬉しかったです。また桑田さん、ミュージックビデオお誘いください、お願いします。っていうのは冗談で。まあすごい本当ね、桑田さんとこう実際会って一緒に撮影させてもらって、本当その映像は一瞬だったんですけど、もうすごい映画を撮るようなセットでこうミュージックビデオの撮影に参加させてもらって、ものすごい貴重な経験ができたかなと思います。僕の概要欄に桑田さんの新曲のミュージックビデオも貼っとくので、よかったら見てください。もう一瞬なんですけど僕を見つけてもらえると嬉しいです。それではまた。